皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは集客力がアップする女性向けのウェブサイトのための写真の撮り方についてお話をしたいと思います。ですね、最近スマホでもかなり写真は綺麗に撮れるようになってますし、一眼レフも本当の一眼レフとあとミラーレスの一眼レフといったそういった機材をですね使ってホームページの写真をご自身で撮られるという方も非常に増えています。で、集客力のある、ホームページの写真というのはじゃあどういうものなのか、何に気を使って撮っていったらいいのか、あとそれに参考になる本はどんな本なのか、そんなことを今日はテーマにお話をしてみたいと思います。まずですね、ホームページの写真なんですけれども、もちろん下手よりは上手い方がいいです。今普通にインスタグラムもそうですしピンタレストもそうなんですけれども、素人っていうか一般の方もですねかなり綺麗な写真撮れるようなご時世になっちゃってます。それはカメラの性能がもちろん上がってるっていうことと、あとはスマホカメラの iPhone とか特にカメラの性能がいいと言われているんですけれども、その性能が上がってしまっているので、ある程度の知識あれば綺麗に写真が撮れてしまうっていう状態においてですね、いかにも素人っぽい写真を何も勉強しないで撮りましたが、ホームページの一番最初に訪れたファーストインプレッションで来る一番目立つところの大きい写真にそれが使われていると、それだけで訪れた人が離脱してしまうんですね。このサイトなんか用がないなっていう感じですね。でウェブサイトっていうのは、例えばホームページ制作会社の方とかに依頼するとですね、平均的に30万から、今レスポンシブデザインといって、スマホ対応になっているようなものとかになると大体50万とかになってきますので、それをかけてきちんと作ってるサイトとそうでないサイトっていうふうになったら、当然しっかり仕事してるよねっていう見え方になるのは、きちんと業者さんに頼んでるものになります。ただ業者さんに頼んでるからといって必ず集客できるサイトっていうわけではなくて、その中には戦略といわれるどういう人を集めるのか、どういう教室の特徴があるのかっていうのをご自身できちんと考えて業者さんに頼むにしても、お願いしない限りは全然集客できないホームページになってしまうんですね。だから私は一番最初に作る時にはご自身で苦労してもいいから1個目はなんとか作った方がいいというふうに思っている人です。2個目以降でですね、余裕もできてきて、お金に余裕もできてきて、業者さんに頼めるようになったらもちろん頼んだらいいと思うんですけれども、そうでない限りはご自身にやはり作るのがいいなというふうに思ってます。じゃあその際にですね、業者さんに頼むにしても自分で作るにしても素材って必要になるんですね。素材っていうのは何なのかっていうと、いわゆる写真です。でホームページ見ていただければ分かると思うんですけれども、見栄えが良くて分かりやすくて行こうかなって思うような、皆さんが思うようなホームページっていうのは写真ものすごく量使われてるんですよ。で私のそうですね、パン教室の時の写真全て私が自分で撮っているんですけれども、私はもちろん写真も教えてます。写真歴も20年以上で長いんですが、その時に渡した写真素材の数が300枚渡してるんですよ、業者さんに。で縦位置とか横位置とかも撮ってますし、アップとかあと引きの写真とかも撮ってますので、いかようにも加工できるパターンを全部用意して渡してるんですね。で例えばそうですね、パンの講座だとしても1回に3個のパンを7単元っていうと、これだけで21個必要になるんですよね。でそういうコースを例えばベーシック12、アドバンス12とか言ったら、これだけで24になってくるので、素材がそれだけでも百何十点とか、どんなパンを作るのかっていうと必要になるんですよね。で当然それはレシピを撮るときに写真は撮っているんですけれども、その時に、ホームページに載せる、チラシにも使うかもしれない、ブログも使うかもしれない、あらゆることを考えて写真をもともと私は撮っているので、そういうウェブサイトの制作の人に渡しても、ないしは自分で作るにしても素材が選びたい放題なので、作るのはすごくやりやすいです。
なので、ホームページ用に写真を撮るっていうことも、まあもちろんそうなんですけど、日々の、例えば自分の作品ですね、それをもう一度作り直すのってとても大変なんですよね。それがビーズとか、雑貨のものだったとして、売れてしまった、生徒さんに渡してしまった、もうなくなったっていう状態になると、もう大変なので、もうお料理とかパン、お菓子の先生、皆さんそうなんですけども、食べたらなくなるとか、まあ賞味期限があって捨ててしまうことになっちゃったりとかすると、もうそれってもう一回作らない限り同じ被写体が撮れないんですよね。ですから、まずですね、写真をウェブサイトだろうがチラシだろうが、まあ、何にでも使えるように1個作ったらですね、相当な数いろんな角度で撮っておいた方がいいっていうのが、まず撮る段階での心構えのポイントその1で私は伝えたいことなんですね。でないとですね、横位置しか撮ってませんでした、横の位置で撮る、縦位置しか撮ってませんでしたっていうと、もう1回作らないといけないので、ものすごく時間のロスになります。例えばパンなんかはやっぱ3、4時間ものですしね、きっとお菓子とかお料理もそれぐらいなんじゃないですかね。それをまた作り直す、しかも全部材料買い直してということになると、とても労力がかかるので、基本的にはどんなところにでもある程度は使えるような状態で、たくさんのカットを取っておくっていう取り方をすることをお勧めします。参考までにお伝えしますと、私はパンの写真を撮る時にですね、スタイリングといわれる、いわゆるそのパンにカトラリーつけて、バターをつけて、お茶を飲んでるような、そういうシーンのものをスタイリングした状態で、いろんな撮り方をします。アップも撮るし、そういう引き絵って言って全部引いた絵も撮れるようにしますし、横位置縦位置っていうとレイアウト変えて撮ったりとか、あとはパンの配置を変えてみたりとか、花を変えたりとか、クロスを変えたりとか、まあいろいろやるんですけれども、だから1カット1商品で大体1時間ぐらい撮ってますね。何枚撮るんですかっていう話は、30から100です、大体1カット。そうすると、まあ当然画像を保存しとく場所も別の、ハードディスクをやって、その中に画像をガンガン入れてるんですけれども、でもそれぐらいあると6年間撮りためても、大概のことはそこから引っ張り出してくれば用事が済むので、チラシにしようが違うウェブサイトを作ろうがっていうのがあるので、1カット2カットレベルで、あ、綺麗なのが撮れたって満足しないでですね、いろんなシーンを考えて、例えばこれ文字入れするかもって言ったら、空間をちょっと多めに撮るとかですね、そういうのやっていただいた方がいいので、角度とかですね、高さもここから撮るとか、こういうところで撮るとか、こういう角度で撮るとか、いろんな撮り方があるので、すごいバリエーションいっぱい撮れるんですよね。ですから、ウェブサイトないしは違うとこで使うことを考えた時には、まずたくさん撮っておく角度が必要っていうことが、まずその1ですね。でその2はですね、割とウェブサイトは横位置の方が好まれるんですよね。スマホはまだあれなのかもしれないですけど、スクロールをしていくことを考えると、縦の写真ってものすごくスクロールの量が多くなっちゃうので、綺麗なんですけどね、雑誌みたいで奥行きとかも出ますし、いわゆる私も縦位置の写真がほとんど多いです。だけれども、よく見ていただいて分かると思うんですけど、ヘッダーと呼ばれる上のところとかですね、それがこう大きかろうが何だろうがですね、割と横が多いんですよ。だから決めの写真は横は1枚は絶対撮っておかないとダメです。で、いわゆる写真の長方形のサイズって3対4という比率なんですね。で、ウェブサイトってあんまり3対4の写真ドーンって載せることってあまりなくて、比率がすごく細長い比率になってしまうので、特にヘッダーとかに使う場合、一番トップのキャッチになるような、そういう画像の時には比率が全然変わってきてしまうので、私がよくやるものは、この写真はどこに使うっていうのを最初から分かったものを撮るっていうこともよくしています。特にヘッダーの場合には。そうすると、例えば極端な話ですね、3対4のこの長方形が、まあ、半分になる、だから1.5対4みたいな、そういうようなヘッダーになっちゃう時とかは、最初から撮る時に下半分にしかレイアウト
しないようにして、こう上から取って半分は空間にしておいて、切って使うっていうことを前提にやったりします。でないと3対4で綺麗に取っちゃったものですね、ここ切ると全然表現したかったものとかが変わってしまうので、この写真はウェブサイトのどこに使うのか、どういう位置で使うのか、横位置なのか、縦位置なのか、真四角なのか、それをですね、先に設計図を書いた上でですね、必要枚数とどういうレイアウトにするかっていうのを本来は考えるのが一番ウェブサイトで綺麗に写真がはまっていくやり方なんですね。撮っちゃった後トリミングするのは仕方がないんですけれども、トリミングする時にはあまり寄りすぎてるとトリミングができないんですよ。だからトリミングすることを考えた場合には、少し引いた絵ですね、引いた絵を持っておくとトリミングした時に綺麗に収まる。だから引き絵と寄り絵っていうんですけど、寄ってこうねアップになってるのと、引いていろんなレイアウトが入ってるものと、これもやはり両方持ってる方が後でどうにでもなるんですね。なので、まずそこが必要っていうことと、あとはですね、画像解像度が割といい状態、大きめのやつですね、横が2000ピクセルとか、3000とか、結構大きめのサイズで撮っておくと、ブログ用とかには600とか500ピクセルとか、割とちっちゃくても構わないんですけれども、そのサイズにしたのを大きくすると画像が荒れてしまうので、最初から大きいものを撮って小さくするっていう、そういう形でセットアップできるように、最初大きく撮ってほしいんです。だから画像サイズどれぐらいで撮ったんですかっていう話をした時に、いや全然知らないですとか言うと、ものすごくちっちゃいサイズで撮ってしまっていると、ウェブサイトとかに入れた場合に全然大きさがちっちゃすぎてですね、荒れた画像になっちゃいます。無理やり引き伸ばすことになるので、なのでそれもあまりこういい写真じゃないよねって思われてしまう要因になってしまうので、サイズも結構気にしないといけません。そしてピントですね。一眼レフとか、まあスマホとかでもですね、ピントとかは合わせられるんですけれども、ピンボケの写真っていうのはやっぱりちょっと見た目気持ち悪いんですよね。その見せる人にここを見てねっていうのを分かるようにやってあげなきゃいけないので、ピントはやはりしっかり合ってるような写真を撮られた方がいいと思います。なのでピンボケをさせる写真を撮らないっていうことですね。そこも結構大事になってくる要因です。で、写真の話をするとですね、もうこれだけでも5、6時間経ってしまうような内容とかがあるので、まず一つ重要な点を言うとですね、今みたいなその画角とか構図の話ももちろんなんですけれども、他にですね、明るい写真、暗い写真っていうのがあります。ウェブサイト上では当然その写真の撮り方を知らない方がパッと撮っちゃうと暗くなっちゃうような写真になっちゃう方とかも結構いらっしゃるんですよ。でその時に露出補正っていうものがあるんですけれども、これ iPhone とかでもそうですし、まあこういう一眼レフとかでもそうなんですけど、プラス補正とかね、暗いものを撮る時のマイナス補正とかっていうのもあるんですけど、その補正をかけることによって明るさを調整するっていうことができるっていうことを知って写真は撮った方がいいです。少なくとも食べ物とかお花とかそういったものを撮る時にはまず暗く撮るっていうのはまあ、あります。かっこよく撮るために暗く撮るっていうのはあるんですけど、ほとんどは明るい目に撮っていかないと、こう、美味しそうに見えないんですよね。あと、華やかな感じに見えないとか、そういうのがあるので、露出補正っていう言葉をお伝えしておきますのでね、実際の操作はカメラによって違うので、ご自身のカメラで露出補正とかインターネットで引けばどういう操作方法かっていうのは型番とか入れれば出てきますのでね、それで見ながらやってほしいっていうのがまず一つですね。あと、ホワイトバランスっていうのがカメラにはありまして、ホワイトバランスっていうのはもともと太陽が色を持ってるんですね。朝だと割と青っぽい色で、日中になると無色透明に近くなって、夕方近くなってくると赤くなってくるんですね。ですから私は自分の家でパンとかよく撮ってた時には無色透明をまずベースにしたかったので、11時から2時、この間を中心に太陽光で撮ってました。でさらにそこに色を足したりすることができるフィルターみたいな役割するのがホワイトバランスっていうものがあります。でホワイトバランスっていうものが
例えばパンとかだと少し赤みを足すみたいなホワイトバランスで取るようなケースとかが多かったです。あとお花とかで、ね、紫色の綺麗なお花とかだと寒色になるので、あったかい色足しちゃうとちょっとちぐはぐな雰囲気になってしまうので、色味的に少しシアンとかブルーとかですね、ブルー、マゼンダですね、そういった色を足していって、その鮮やかさを強調するとか、そういうような、その被写体によって色を若干足す引くっていうのをやることによって、被写体の色合いがすごく自分で目で見てるのにすごく近くしていくことができるんですね。で、さらに、もっとこだわる人とかは、フォトショップとかエレメンツとかを覚えてですね、ローっていう、生ってね、言うんですけど、そのデータ、ものすごく大きいデータなんですけど、それで撮ったのをそこでもう自分の思うがままに加工するっていうのはあるんですけど、一般的に、例えば教室の先生とかですね、まだ起業したてでそんなに時間もお金も使えないよっていう場合には、まずその写真自体が綺麗に撮れるように努力するっていう、そこをやった方がいいです。加工ソフトは時間ができてきて頑張れるようになったら覚えていったらいいなっていうふうに思ったりする領域です。ただ、それがやられてると、あ、写真綺麗ねとか印象がいいよねっていう見え方になりますので、露出補正と、あとホワイトバランスですね、こちらやっていただく。そして、あともう一つ、ISO 感度、ISO と書いて ISO 感度っていうのがあるんですけど、カメラっていうのは光を感じる感度っていうのがあって、 ISO 感度が高ければ高いほど光を感じるので、例えば夜景を、あんまり暗すぎるとあれなんですけど、夜景を手持ちで撮りたいっていうと ISO 感度2万5600とかっていうようなもので撮ったりすることもできたりします。ただし、 ISO 感度を上げすぎるとですね、出来上がった写真、ちっちゃいので見てる分には大丈夫なんですけど、大伸ばしにするとドットがボツボツになって荒れてると言われる、粒子が荒れるというふうにカメラの用語では言うんですけど、そういう写真になってしまうんですね。ですから ISO 感度は低いほど粒子がとても滑らかで綺麗というふうに言われています。ただ、ウェブサイトで、使うレベルとかだと ISO 感度400、800、1600とか、そのあたりぐらいで撮れてる写真であれば、耐えうるっていうところですね。で、ISO 感度はじゃあどういう時に調整するかっていうと、暗いところでもなんとか三脚使わずに撮りたいとかっていう時に ISO 感度を上げておくと手ブレしないです、そんなに。で、手ブレをすると、じゃあ写真ってどうなるのって言ったら、動体ブレ、シャッター速度が遅くなると、シュッて押した瞬間にずれてしまうので、ピントも合わないし、ブレた写真になると、これ使い物になりませんね。だから夕方近くに撮ってきて暗くなってきたなって言ったら、ISO 感度上げるよりは本当は三脚で撮った方が綺麗な写真は撮れます。特にヘッダーに使うような本気の写真だったら、まず三脚でないと難しいっていう感覚があります。なので、どこまで写真を頑張るかっていうところなんですけどね。スマホとかだとアプリで結構加工もできたり、昔は一眼レフでしか加工ができなかった後ろボケみたいなのもアプリでできるようになってきたりとか、今非常にこう便利な世の中になってきているので、いろいろやる選択肢とかが非常に増えてますね。ですから、スマホでも非常に上手な写真撮る方がいらっしゃるので、一眼とかじゃなきゃダメっていうことじゃないですけど、やはりですね、大きめな写真とかは、しっかり一眼レフとかミラーレスでも構わないので、そうそう覚えて撮っておくと、ウェブサイトの格式が上がります。もちろんブログもです。で、ちなみに女性向けの商売をやられてる方っていうのは、まず写真で意図が伝わるレベルぐらいに1個の文章の中に写真を入れていった方が、伝わります。文章を読むのがもともと女性は苦手なので、文章いっぱい書いてある文章だと、記事だと、それだけで読まれなくなっちゃうんですね。だから、どのみち写真は差し込む必要があるので、結構頑張って撮らないといけないです。パンの時に私よく、自分のパンの写真プラスコラムみたいな形でよく書いてましたけれども、とにかく撮っていかないと写真がたまっていかないので、いろんな角度とかいろんな雰囲気で撮っていくっていうのが必要になります。
そしてそれがどうしても足りない場合には、素材、無料素材から引っ張ってくるとか、あとは場合によっては買うっていうこともあるんですけれども、素材を買った写真とか、無料のもなんですけど、皆さんが使ったりするので、オリジナリティがないんですよね。だから見た人はね、分かっちゃいます。あ、これこの人の写真じゃないなって。だからどうしてもっていう場合はしょうがないんですけど、やはり自分の、手で撮った写真っていうものをアップしていくっていうふうに心がけていただければと思います。で、最後にですね、どういう本を参考にしたらいいのか、特に私の領域はお料理のとか、あと雑貨とかの先生とかが多かったので、こちらの2冊をですね、ご紹介したいと思います。まずは、佐藤明先生、私も懇意にしているフォトグラファーの先生なんですけど、美味しい可愛い料理写真の撮り方ということで、料理写真に特化した本を書かれて出されている先生です。で、こちらの方には最初の方にですね、どういうシチュエーションで撮るとこういうふうなになるかっていう、作例とですね、後ろの方が撮り方、レッスン1、レッスン2とか、光をどう捉えたらいいとか、構図の話とか、あとはそうですね、後ろの方とかに Q&A とかもありますし、スタイリングに必要な素材とか、そういうようなものとかも載ってますので、1冊あると非常に重宝する1冊です。そしてもう1冊ですね、テーブルフォトの撮り方教室っていう、いろんな先生、4人の先生、私の懇意にしている山道茂美先生も入ってるんですけども、スタイリングと、あと撮り方ですね、基本セットとかも書いてありますし、どういうポイントで光をね、探して撮っていくのか、なるべくその室内光で撮らない方がいいです。基本的に太陽光が一番綺麗なので、太陽光で撮れる考えで、それがダメな場合にはストロボを買うことになりますので、太陽を買うみたいな形になるんですけど、ストロボ結構扱うの大変なので、太陽光でね、撮れるように練習された方がいいと思います。それの基本的なお話とかが載ってるので、テーブルフォトの撮り方教室、この本もおすすめです。で、文章もそうなんですけど、写真も、数原稿ですね、とちゃんと意識してたくさん撮った人がやっぱり上手くなってるので、苦手意識持たれてる方も結構いらっしゃるんですけど、世の中の人がですね、写真上手になっちゃってるんですよ。だからプロとしてページにそれを載せていくっていうことを考えた場合には、ある程度一定のクオリティがないと見向きもされない、要は先生っていうプロとして見られないということになります。素人さんの方が上手になってますからね、今。なので、そういった世の中に変わっちゃったんだっていうことを理解していただいた上で、写真のクオリティを上げていかないと、ウェブサイトとしての格式が上がらないので、結果集客しづらくなるということになりますので、もうどうしても苦手でお金はあるっていう方はプロに頼んだ方がいいです。だけれども、日々のブログ更新でご自身の写真が結局上げる羽目になっちゃいますからね、毎回毎回プロに頼めませんから。だったら自分が覚えた方が早いと思って、ここは一つ頑張ってみていただければなというふうに思いますので、まずはトライしてみてください。それでは。